俺、ヘルメスが発売1日前のこの記念すべき日にゲームの紹介をさせてもらうよ。このゲームにはヘスティアファミリアの唯一の団員ベル・クラネルの冒険が収められているんだ。さらにアイズ・バレンシュタインの冒険も楽しめるというから、まさにお得感が満載だと思わないかい？そうか、この程度の情報はもう持っているのか。じゃあ特典についてはどうかな。まず通常版には初回購入特典としてオリジナルシューティングゲームがついてくる。だが限定版にはオリジナルシューティングゲームに加えてオリジナルサウンドトラックと攻略ガイドも兼ねたビジュアルブックまでついてくるという大盤振る舞いだ。どうだい、なかなか魅力的だろう。ちなみにオリジナルシューティングゲームはアイズ・バレンシュタインが主人公の横スクロールシューティングゲームだ。3アイテムがついてくる限定版か、はたまたシューティングゲームだけがついてくる通常版を買うのかは君たちの自由というわけさ。明日の発売日までに決めておくといいよ。ダンジョン探索型アクション RPG、 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。インフィニットコンバーテ、発売まであと1日。